リングガウは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州、ベラ・マイスナー郡に属す、町村である。リングガウは、エシュベゲの南約11キロメートル、マイスナーの森とチューリンゲンの森との間にある、リングガウ山中に位置する。リングガウは、北は、ベーレタールと、バイセンボルン、東は、チューリンゲン州のイフタ、南は、ヘルレソハウゼン、西は、ゾントラと境を接している。リンガウの町は、 ラッテローデ、グランデンボルン、リューダーバッハ、ネトラ、レンダ、リットマンスハウゼン、レールダの各地区からなる。この地域は13世紀までンゲン領であったが、その後ヘッセンンゲ源継承戦争により、ヘッセンとチューリンゲ源との間で何度も変遷した。最終的には1463年にヘッセン領となった。すぐ近隣に位置するボイネブルクがローマ皇帝、 ローマ王の帝国上塞として勢力を拡大し、その結果多くの騎士や騎兵がこの地に移ってきた。ネトラ川の谷を通り、ライプツヒからフランクフルトアムマインに至る重要な交通路が通っており、ランゲヘッセンとして知られていた。1971年12月31日に、ネトラ、グランデンボルン、リューダーバッハ、レンダ、リットマンスハウゼンが合併して自治体リングガウが、 成立した。タッテローデとレールダは1972年に合併してネトラタールという町を形成していたが、1974年の初めにリングガウに編入された。リングガウの町議会は23議席からなる。リングガウの紋章は銀の斜め畑でに分割されている。上部は赤字に金色でどんぐりと2枚の葉をつけた多くの枝が描かれている。 下部は青字に3本の金の方を付けた茎が描かれている。この町の紋章は1977年5月17日に、ヘッセン州内務省によって承認された。ネトラの上官キリスト商店の祝日に、ボイネブルク城市で、ダッテローデの死祭による神事やボイネブルク家によるパンの記者を伴う民衆祭が開催される。ダッテローデでは、1992年以降、 精霊降臨祭に SG だったローで、レールダによるハンドボールトーナメントが開催される。この大会には、広い地域から様々な年齢層の男女合わせて100チームが参加する。その他、各地区では、セルトキルメスが開催される。この町は、町内を通る連邦道 B7 号線によって、道路網と結ばれている。町内の 各地区はいずれも北平線交通連盟のバス路線240系統で、群長所在地、エシュベーゲ及びヘルレスハウゼンと結ばれている。最寄りの鉄道駅はヘルレスハウゼン及びエシュベーゲ市駅である。ありがとうございます。